トロス、清高、ヒデと、こんばんは、アロマ、くまんま、たかしちゃん、あーすごい、もう、あもうど、やばい、すごい溜まってた、思ったよりごめんなさい、ごめんね、あとごめんなさい、お名前まで読めてない人なんか、いつもさ、こうだんだんと読んでればそのうち追いつけるんですよ、最新のものに。もう無理だった追いつけないくらいでしたね。ありがとうございます、ごめんね、遅くなってすみません、申し訳ないです。最後の最後までね、本当に遅れちゃってごめんなさい。あーさっき言った、どうもありがとうございます、ありがとう。なんかすごい、トラックヤロさん、タワー、先生、わーすごい、ありがとう、先生もタワーありがとう、ありがとうございます。エリちゃん、まず、わーすごい、ごめんね、ありがとう、トラックエロさんありがとうございます、あっちゃんもたまありがとう、すみません本当にありがとうございます、すごい。いや本当昨日もね配信するねって言って、ごめんなさい、できませんでした、ごめんなさい、申し訳ないです。おいしなんかね、すごい、一昨日がそのショールームのね、そのメンテナンスの関係でできなくて、だから2日ぶりなんですよね、配信としてはね、すごいなんか、だからめっちゃ久しぶりなあのね感じが、メールとか755は終わっちゃったので、ツイッターとかね、インスタはまだできるんですけど、すいません。そうだから29日にいろいろとね、全てそこで区切りという感じだったのが、なんかいつの間にか31日までの、ね、結局31日までね、そうこうしてみんなと会えることになって、なんかすごい私も不思議な気持ちです、なんかおーおーみたいなはい、うんね、いや本当、ありがとう、天さん、幸次郎さんもありがとうございますね、本当に3月末までちゃんと3月末までにあーすごい、ありがとうございます。なんかでも信じられないね。そうさっきインスタもちょっと更新、すいません更新しちゃってたんですけど、そうインスタもね更新しました。あとね、またこの配信が多分12時までになると思うんですけど、が終わったらまたツイッターもね更新しようと思うんですけれども、はい、あーすごい、ありがとうございます。ちょっとまたインスタ、またみんなのコメント読ませていただきますね。だからドボンも終わっちゃったんだね、今日さできないかなって思ってたんですけど終わっちゃってたのか。でもね、一押しガチャを引きました一応、一押しガチャはね引いて一応揃ったんですけど、まあ、覚醒はできなかったけど、そうそうだよね、だよね、ドボンもできなくなっちゃった。 ありがとうございます。あ、シークレットボイス、待って、シークレットボイス待って、待って、私の記憶が正しければなんですけど、待って、ドボンのシークレットボイスは確か待って、あれです、
これからもずっと一緒だよじゃないっけ、じゃないっけ、聞いたことある方違う、どうだった、合ってる、え違う、あこれからも一緒に決まってるじゃんか、そうそうだ、これからも一緒に決まってるじゃんっていうボイスだったんですね。そう、なんかね、私はそれを聞いてそうって思って、なんていうボイスを私は収録してたんだって思って、でもそういうことですこれからも一緒に決まってるじゃんってことです、はい、いやね、でしょ、そう泣いちゃうよね、なんかそう泣けてきちゃう、泣けてきちゃうよね、なんかこのセリフそう、これがね最後のシークレットボイスでした、そうね、あの最後のシークレットボイスまで頑張ってくれたみんなありがとうございます、ありがとう、すごいありがとうね、いやー信じられませんね、なんかまだ、いやでもだん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 みんなはもう覚悟が決まってきてますからどうなんだろう、私はまだ半分って感じですね、半分半分決まってない。え、そう、生写真生写真発売されてましたねすごいって思った、辛い、そうだよね、私もです、なんかね、なんか本当にお蔵入りになるかと思ったら本当に間に合ったね、ギリギリ予約した、ありがとうございます、ラストセルフダメだし、考えないようにしてる、そうだよね、まあ、ありがとうございます、ありがとう、秒でアベニラの様、ありがとう、あ、そうテーマがなんだっけ、ビフォーアフターみたいな、そう、そんな感じのテーマだったんですよ、そう、わかりましたかね、多分わかんないよねそうテーマがビフォーアフターでした、うーんと思って、だから私はなんか、え、でもなんかそう思ってからあの写真見るとビフォーアフターっぽくないですか、なんかオンとオフみたいな、わかんない、なんだ、平日と休日みたいな、わかんないけどなんかなんとなく難しかった、難しかった、だから難しかったんですよ今回のテーマ、そう、一番難しかった今までのテーマの中で、そう、広かった範囲が、なんか
やばい、くしゃみ出そう。くしゃ今日ね、今日すっごいね、鼻がやばいんです。鼻がやばいんです。今日すっごいムズムズなんです。そうだから、やばい、今日やばいです。今日すっごいの、なんでなんだろう、こんなに。今日がね、今日はすっごいのやばいです。鼻赤くなった。というかこんな時間なんですけどこんな時間になっちゃったんですけど、蒙古タンメン食べます？食べます？もう準備してる方いたかな。やってほしい？食べてほしい？もう食べたの？マジ？もう食べちゃった。ないと思った。じゃあやめる？食べた方多いな。食べちゃった方多いな。まだ食べられる。待ってた。やります、やりますか。多分ね、私余裕で30分ぐらいで終わるんで、もう5段目、食べますか。はい、こちら今はなき蒙古トマタン、はい、お湯を沸かすところからです。お湯を沸かすところから始まります。これもね、余裕だと思うんですよね。お、すごい、ちゃんと695日だ。え？ 695 日よかった。私の最後の毎日アイドルです。今まで毎日アイドルさせてくれてありがとう。撮れましたかね。わー、もうできないんだ毎日アイドル。消えちゃった。まあでも歌も歌うと思うんで、多分一回配信切れると思う、切ると思うんですよね。そう、映像倉庫のために映像倉庫のために、歌を歌うときは歌を歌うときでまた配信を取り直そうと思ってるんで、はい、だからまた見れますね。今ね、沸けてきた、お湯が。お湯がね、ね、見て、このキャラクターすごい気になる。食欲覚醒、キンキンキンみたいな。すっごい気になる、このキャラクターが。食欲覚醒だから、美味しいんじゃないですかね。
スーパー蒙古タンメンって。あ、そうなの。普通の方お湯がもうすぐで沸きます。夜準備してる。みんなもお湯沸かしてんのかな。みんなもお湯も沸けるかな。夕ご飯一緒に、あ、そうだね、これから夕ご飯って方もよかったら一緒に食べてください。あ、ウォッチンの運気予報、そうじゃん、そうだそうだそうだ、ウォッチンの運気予報、そうじゃん。ちょっと待って、もうだいぶ過ぎちゃったけど、ちょっと待って。みょうも待ってね。みょうも今日はやる気満々だったから。みょうね、本当に言葉わかんの。みょう明日ショールームだからねって言ったら、なんかちゃんとさっきも起きて待ってたし、なんか多分普段寝てるのに、なんか起きてちゃんとなんかお座りして待ってんの。でもね、わかるんだよね、みょう言葉本当に。すごくない？なんか。まだみたいな感じでなんか言うの、なんかにゃーみたいなすごいんだよねいや本当に。でもまだまだですけどね、みょうはみょうタイムはまだ。え、そう、ちょっと待って、運気予報少々待ちよ。あ、カラフルダルマありがとう。やることいっぱい。え、でも大丈夫、終わる、大丈夫、間に合うと思う多分。ではね、今からこのコタンメンを作っていきたいと思います。パカパカ、おお。でも私トマト大好きだからね、気になってたんですよね、どんな感じなのかな。やっとです。これもいつ買ったんだろうっていうぐらいはるか昔に買いましただからもう熟成済みです。ではお湯を、お湯を入れていく。5分ですね。はい、入りました、お湯、お湯。はい、では5分おとなしく待ちたいと思います。よいしょ、ふう。なんかさ、2日さショールームさできなかっただけでさ、なんかすごい緊張する、ショールームショールームに緊張してる、ドキドキ。じゃあ35分までかな。35分。あ、みちひろさん、どうもありがとう。ドキドキ？そうなの？なんかさ、そう、さっき
ね、2日長く感じたよね。え、わかる。わかります。なんか毎日会ってたもんね。なかった。だってあれだよね、なんかメールとかもさ送れなかったから余計そう感じたよね、きっとね。ね、久々に感じたよね。あ、そうだったのね。でもなんかほんとさ、メンテナンスのタイミングなんかびっくりしたよね。なんかまさかすぎて私もなかなかこういう時ないからさ、やっぱあれかな、なんかそういう大掛かりなメンテナンスのタイミングだったのかな、ちょうど。だからさ、私もなんか焦ってさ、でもなんとかね。しかも思っ、なんかこんなに長いメンテナンス初めてじゃない？前にもあったっけ？ね、そうだよね。だからさ、ちょっとびっくりしたよねまさかの2日延長2日延長になりました。でもありがたいですね、ちゃんと配信させていただけてよかった。なんか昨日もまあできたはできたけどね、私ができなかったけどもも本当に今日でもう全てが終わるんだなと思って、なんかもう全てが、だからさ、なんかなんかさ、そのいつものさ、いつもっていうかいろいろね、チームのなんかこう連絡網みたいなのもさ、もうなんか、ああもうメンバーじゃないから大会だって思って大会したりとか、なんかもう切なかった。なんかずっとこのグループにいたのにね、あ、本当に辞めるのかみたいな、そう切なかった。そう、最後にお礼のコメントを書いて大会して、もうすぐ大会したから、うん、切なかったな。あ、5分になった。ということで、そんな切ない話をしているうちに、もうこうトマタンが出来上がったんですかね、これは。もうことまたー、君はできたのかい。おー、できたみたいです。なんかあんまりスープ赤くない。あ、これから赤くするのか。そっかそっか、それから赤くするんだね。あの旨辛オイルとやらで。
ではテロップにラスト蒙古タンメン。はい。ラストトマタン。熱い熱い。このうま辛オイル。これを入れていきます。ドバドバーっと全入れで、もちろんそこは、もちろんそこはみんなもね全入れで。熱い。ちょっと待って。熱い。そこやっぱり。全入れでしょう。全入れ。ドバドバ。ちゃんと入れてます。ラストの一滴まで。はい。見える？入りました。入れました。全部入れました。ああ危ない。ということで、ではもう5段目ラストもう5段目食べましょう。作ってくれたみんなも食べましょう。では混ぜていきますかね。でもこれさ、ちゃんとトマトが入ってんだよ。これトマトだよね、多分トマトが。うわ、赤くなった。一気に一気に箸が赤くなる瞬間がね、蒙古タンメンならでは。はい、じゃあまずトマトからいただきます。うん、あ、辛いね。このトマト辛いトマトになってるね、多分辛いトマトだ。あ、でも美味しいです。なんかイタリアンな感じになってますね。いただきます。うん、え、なんか辛くなった。え、なんか辛くなったってるよこれ。え、辛くなってる。これこんな辛かったっけ。トマトの味、ほのかになんかね、今までの蒙古タンメンと違うわ、味が。なんか味噌の味がなんかあっさりな感じになるかも。なんかトマトによってあっさりめな味噌の風味になってる気がする。こうすっきり感の方が勝ってそう、コクっていうよりは。
あ、でも、もう辛く感じる。今まで食べた蒙古タンメンより。でも美味しいですね。あ、これはね、豆腐入ってないよ。豆腐入ってないね。豆腐の代わりにトマトって感じかな。助けアイテムはね、いらないですね。そこまでの辛さじゃない。でも辛い。うん。うん。強くなったのかな、辛さに。そういうことなのかな。これはあんまりダメージの少ない辛さですよ。うん。今日が最後の配信です。今日が最後の。ね、あんなに怖がってたのにね、私。絶対無理だよーって。お助けアイテムいっぱい用意するって。すごくさ、無理無理無理ぶってたのに余裕すぎた。ね、牛乳でしょ、アイスでしょ、飲むヨーグルトでしょみたいな。卵でしょみたいな。チーズでしょ。やばくない？相当対策準備して。ね、本当に辛い。なんかここに来て辛さに弱くなった。めっちゃ水飲んだ。辛い。そう、蓄積されてくる。今日は辛さがどんどん蓄積されてる。
牛乳飲むべきだった。うんま、え、辛っ辛い。どうしよう、辛いよ、どうしよう。飲むヨーグルトが欲しい。辛い。ピエン。ピエン。制限時間を決めよう。制限時間は10時まで。制限時間10時まで。それまでに食べきれなかったらとりあえずね、まあ、時間ももったいないのであの休憩というか、はい、これが確かに映像倉庫に残るこの映像が、この様子が映像倉庫に残るんですね。だってさ、なんか最後になっちゃったんだもん。しょうがないやんけ。私だってさ、自分のアイドル最後の日に蒙古タンメンを食べることになるとは思ってなかったよ。でもさ、よく考えたらそうなっちゃうじゃんって感じだったんだって。私だって狙って最終日に蒙古タンメンしたわけじゃないよ。本当に。だってみんなもさ準備しちゃったって言うからさ。そう、もっとね別の日に食べる予定だったんだけど。辛いよ。でも美味しい。辛いけど美味しいよ。
嘘、本当だ、ありがとうございます。ごめんなさいね、こんな。はい、え、意外とね、あの無理な気がしてきた。10時まで食べきるの意外とね難しいかもしれないな、これは。今ね、まあこの辺なんだ。もうこの辺なんだ私。意外と。美味しいんだけどね、美味しいんですけどね。美味しい、なんか美味しいからゆっくり食べたくなっちゃう。麺がふーってってる。辛いよ。辛いよ。